授業をしてみたというチャンネルで YouTuber として活動してます、はい、と申します。でですね、今日テストが、自分も今ずっと聞いてきましたけど、まさかスタートと終わりが YouTuber なんですよ。まあ、そんなにもなかなかないと思うんです。しかも同じ教育系で、しかも山崎先生知り合いがあったので、すごい内容かぶるんじゃねえか怖いところもあるんですけど、まあ、拙い内容もあるかもしれないんですが、まあ、10分ほどお時間いただければと思います。で、ですね、本当は2つ質問をしたかったんですけど、見えるかな、ちょっとできればこの空気やりにくいと思うんですけど、ガイドされるとちょっと挙手をお願いしてもいいですか。すいません、ちょっと結構でごめんなさい。自分 YouTube で活動してるんですが、普段頻度は任せます、皆さんの判断に。普段 YouTube、まあ、結構見るよっていう、自分のチャンネルがあっていいです、いろんなチャンネル構わないので、普段結構 YouTube 使うよっていう方、挙手をお願いします。ありがとうございます。さすがですね。これだから、YouTube に動画残るらしいので、なんで困っておきます。ありがとうございます。で、もう一点、こっち大事なんですけど、この今日自分が登壇するっていう知る前から、例えば自分、ハイチって名前で活動してるんですけど、ハイチだったり、とある男が授業をしてみたっていうチャンネルを知ってたよっていう方、挙手をお願いします。正直ですね、ありがとうございます。今手挙げてくれた方、あとでよく話しましょう。ありがとうございます。ただですね、去年とか中学校とか、高校とか、まあ、社会人の方の前でこうやって話をさせてもらう機会は結構あるんですけど、まあ、どこで聞いてもこの比率です。っていうぐらいに YouTube っていうのはやっぱエンタメ系、見て楽しい動画がメインです。おそらくちゃんとした比率はわからないですが、おそらく教育系っていうのは 1% も満たないと思います。日本の動画に関しては。そのぐらいまだマイナーなところなんですね。で、今、表示が出てるんですけど、簡単に自己紹介させてください。まあ、先ほども申しましたように、とある男が授業をしてみたというチャンネルをやってて、あれがアイコンです。ハムスターのアイコンにしてますけど、動物チャンネルではなくて、授業チャンネルをやっております。で、今、チャンネル登録者は56万人で、一応、累計の再生回数で1億8000万回見てもらってるチャンネルです。で、内容としては、小学校3年生から高校3年生までの教科書レベル、こういうの大事なんですけど、教科書レベルの授業を主に、こうしている、そんなチャンネルだと思って、で、今日その自分のハイチの名前はいいです、覚えなくても構わないので、このチャンネル名、あとは YouTube で勉強することができるんだっていう、そういう選択肢が一つあるんだっていうことだけでいいので、覚えて書いていただければ幸いです。で、今日はですね、まあ、何の話しようかなとも思ったんですが、実は自分活動を始めてもう丸7年ぐらい、 YouTuber としてはかなり古参なんですね。で、まあ、この7年間授業動画を投稿してきたので、まず、なんで YouTube に授業動画なんか投稿してるんだって、そのきっかけの部分、そしてこの7年間でどんなことがあったのかっていうところを皆さんと簡単にシェアできたらなと思っております。で、遡ること、まあ、自分は大学の時の話になるんですが、この近所の東京学芸大学っていうところを自分は卒業しました。で、もう入学した時からもちろん教師になるために入学して、で、実際に小中高の教員免許は取ったんですけど、ただ教育実習に行った時にちょっと自分の向くベクトルが変わってしまいます。もちろんもう教師になることしか考えてなかったんですよ。なかったんですけど、教育実習に行って終わった時にはもう教員採用試験を受けるのをやめようと決意してました。で、これはですね、いろんな理由があるんですけど、まず1個目がストレートに学校の先生になるのが嫌だなと思ってしまったんです。で、これはダメだっていう問題ではなくて個人的な感情です。それはですね、まず子供たちの前に教壇に立ったときに、例えば社会に出たらこうなんだぞ、こういう仕事があるんだぞって話をしたいわけですよ。自分もそうされてきたわけなので。で、したいんですけど、自分が学校の先生しか仕事したことないのがちょっと嫌だなと思っちゃったんですよね。で、じゃあ一回一般企業に勤めて、で、その後から教育業界に戻ってこようと思いました。で、その自分にとっては、後で教育業界に戻ってくるのは決まってたので、じゃあどうせ就職するなら、きつい仕事したいなと思ったんですよ。もう修行のために行こうと思ったんで。で、先輩に聞くわけです。で、学芸大学って、本当、先生になる人しかいないんですよ。自分クラスで就職活動したら自分しかいない、そんなとこなので。で、先輩に、聞いて、一番きつい仕事なんですかねって聞いたら、その先輩が飛び込みの営業だよって言ったんです。営業マンですね。で、素直だったんですね、すごく。営業かも。で、営業職に就職します。で、一軒一軒家をピンポンして、教材を売る仕事をしてました。で、まあ、本当にですね、本当にきつかったんですよ。きつかったんですけど、でもやっぱそれだけすごいいろんなノウハウとか、まあ、社会人としての心得もそうですけど、そういったものを学んで、で、その後ちょっと、この仕事はですね、ドクターストップがかかってしまって、ちょっと持病が悪化してしまって、続けられなくなったので、塾講師に
転職してそこで丸3年間塾講師をやって独立して今なぜかここに立っているという流れになっています。ではそれがきっかけです。あ、きっかけか、それが一応経歴なんですけど、じゃあまだこれの話だと YouTube が始まってないんですよね。 YouTube なんで始めたか、これはですね、塾講師の時の経験が一番、まあ、なんか大きい部分なんですけど、塾講師、個別の塾で勤めました、自分が先生1人に対して生徒が3人ぐらいで、あの集団塾ではなくて、でそこに勤めてですね、ものすごいカルチャーショックがあったんです。これが何かっていうと金銭面なんです。こんなに月謝かかるのって素直に思ったんです、働いてる側が。でこれはですね、自分が進学塾に行ったことがなかったんですね、学生時代に。で勤めてみてまず月謝の高さに驚くと、しかもそれプラス夏期講習、冬季講習、春季講習、講習会ですね、でプラスかかる、1年間でこんなにかかるのって思うわけです。で実際に保護者の方といろんな方とお話をさせてもらう中で、やっぱりその金銭的な問題で塾を選ぶことができないというご家庭はたくさん見てきました。5年前かなんかのデータで政府が発表している、貧困、17歳以下の子どもがいる貧困率が今 17.6% ぐらいらしいんですね。だいたい6人に1人なので、クラス30人いたらまあ5人、300人いて50人、3000人没数がいたら500人が貧困だと言われている時代らしいんです。まあ、それがね、関わってるかどうかわからないんですけど、実際に勤めてるときに、やっぱりその所得がというのを金銭的に塾を選べないという方がたくさんあったと。所得格差があるのはしょうがないじゃないですか。だっていろんな仕事があるんですよ。それはしょうがないんですけど、でもどうしても納得いかなかったのが、親のその所得の関係で、子供が選べる教育の差に直結するのは、なんかできないかなってずっと考えながら塾講師やったんです、3年間。で、結局、塾講師を辞めたときにまだ結論が出てないんです。ずっと思ってるんですけど。で、独立して仕事をしていく中で、ある日、突然、自分、もともと YouTube が好きだったんですね。で、自分が始めたのが2012年の6月1日です。で、その日、その時には、まだ今有名な人のはじめ社長ともいないわけです。当然、YouTuber なんてどうもないわけです。YouTube で盛り上がってない。ヒカキンさんがですね、ヒューマンビートボックスっていうのがあるんですけど、それですごいアメリカとかでバズってた、そういう時代なんです、まだ。でもそういうのを見るのが好きで、ある日と思ったんです。ここに自分が授業動画を投稿したら、誰でも見るじゃんって。で、それを思ったのが2012年の5月30日。で、その日に思い立って、知り合いにホワイトボードが家にある家を知ってたんですよ。即電話して、ホワイトボード書けませんかで、OK もらったんで、車で1時間半取りに行って、分解して、持って帰って、組み立てて、翌日取って、投稿しました。で、ちなみに、その1本目の動画はまだ YouTube に残ってます。探していただければあるんですけど、非常にひどいです。ほっって、見たらもっと笑えないって、本当に。それぐらいひどい動画なんですけど、ただ、その値段になるっていうのと、あと自分への戒めだと思って、まだ残してあるんですけど、まあ、そういった形で始めました。じゃあ、いざ始めたと。で、そのまま順調にいくかなと思うわけですよ、自分の中では。しかも当時ですね、例えば、前任者というか、前があったらダメじゃないですか。でもいなかったんですよ。検索すると、例えば、すごい分かりやすい授業があるんですよ、動画。やばい、もうあるのかとか思うんですけど、こんなに分かりやすい授業が、この教材で売れますみたいな。1万2500円どうですかみたいな。教材を売るための動画とか、塾に連動と、塾に生徒を呼び込むための動画とかはたくさんあったんですけど、自分みたいに、例えば教科書レベル、最初紹介でもいただきましたけど、自分のは中学校2年生のシリーズ、例えば中学校2年生数学ってシリーズがまあ70本ぐらいあるんですけど、それを連番で1番から70番まで全部見ていただくと、これ教科書一冊丸々勉強したのと同じ共通の勉強ができます。そういうふうに取ってます。で、そういうのはなかったんですね。これはチャンスだ。やりました。いけるかなと思ったら、まあいけないんですよ。全く泣かず飛ばずだと思います。自分はですね、とにかく本数を取ることが大事だと思って、1日2本、3本、多い時で4本ぐらい動画を撮って毎日投稿しました。だから1ヶ月やれば、100本ぐらい超えてたわけです。1ヶ月後、累計ですよ。1本の再生数じゃないんですかね。累計100本の再生数で100いかないんですよ。3桁いかないんですよ。だいたい70とか1日が。しかも自分が動画のチェックをしたいんで、20ヶ月見てるんですよ。だから実際50回ぐらいで、あ、これ何人だろう、10人いるかなみたいな、そんな日々が1ヶ月経っても続きます。でもっときつかったのが、まあ、自分は7年ぐらい続けてるって話をしたんですけど、まあ、YouTube でアンチってネット上の言葉がありますよね。
一番叩かれたのが1年目なんです、実は。見てる人少ないんですよ。なのに一番叩かれるっていう謎の現象が起きます。で、しかもですね、例えば今の街のあんた方がいらっしゃって、コメント欄とか見てると、うざい、キモいとか、まあ、出てくるんです。まあ、それはどうでもいいわけですよ、そんな。当時のあれですね、教育を仕事をしている人間なんですがって前置きが入るんです。あ、メールで来るんですよ、コメント欄じゃなくて。メールで来て、あなたの通ってる活動は偽善者ですって書かれるんです。この偽善者ってことが一番多くて、実は。あとは、例えば教育を汚すなとか、いろんな言葉がありましたけど、それを1年目に言われると。自分の中では子供たちのためになるだろうと思って、役に立つだろうと思って続けてるんですけど、その子供たちには届かないのになんか変な人に届いてるよみたいな。いや、続くんですね。で、本当に心が折れそうになるんですけど、ただ、絶対に必要になるっていう自信だけはあったんです。まだ地雷が追いついてないだけだみたいなことを勝手に思ってて。で、続けていく中で、半年後ぐらいやっと分かりやすかったですとか、テストの点数上がりましたとか、コメントをちょっとずつもらえるようになって、これがですね、もうものすごいエネルギーになるわけですよ。本当に嬉しくて。で、そうやって続けていって、で、自分のやっぱ教科書レベルなので、やっぱ定期テスト対策とか、受験対策で見てくれることが多いです、非常に。なので、定期テストの時期、そしてあと受験、今もそうですね、受験期には、そうやってちょっとずつ伸びていって、なんか気づいたら、まあ、出てないんですけど、だいたいこの1億の8000万ですね、今ね。まあ、年間今7000万ぐらい見てもらってるんですが、そのぐらい見てもらえるようなチャンネルになりました。で、まあ、これが自分の一応こういう流れでやってきたことなんですけど、今日ですね、実は、こう、この会場でも話聞いてたんですけど、一個ですね、やべって思ったことがありまして、実は自分、今日、来ていただく、聞いていただいている皆さんですね、学生さんが多いと思ってたんですよ。ICU の学生さんが、ここにいっぱいいるっていう設置できたんで、学生さん向けに話そうと思っちゃったんですけど、すごい、こう、今から話すことがなんか響かなかったら申し訳ないんですけど、お付き合いいただいていいですか。この今最後にあと2点だけ皆さんにお伝えしたいことがあって、この活動をやってて良かったことをちょっと自慢が入りますけど、どうしても聞いていただきたいと。それは何かっていうと、もちろん塾講師やってた時、目の前にたくさん子供がいます。で、その子たちのことを思って一生懸命授業をしているので、その子たちの点数が上がれば、その子たちは笑顔になるし、ありがとうってこともらえます。自分はですね、教育で子供たちに笑顔をっていうのが人生のテーマです。例えば YouTube で見たとき、面白い動画ありますよね。多分皆さん推しの YouTuber いると思うんですよ。見たときに楽しい動画いっぱいあるじゃないですか。その瞬間で絶対笑顔になるんですよ。でも教育って堅苦しい分野なので、なかなか笑顔って作れる分野ではないって言われやすいんですけど、でも、例えば分かりやすかったです。まあ、その瞬間分かんないです。でも、テストの点数上がりましたとか、合格しました、ありがとうございますって書いてるときは、おそらく笑顔のはずなんですよ。で、自分は教育でそういう笑顔にする力があると思う。教育で笑顔をすることができる分野だと思っているので、YouTube をやることでもちろん嫌なこともたくさんあります。最初にも言ったように、すごいいろんなことを言われる、なんか仕事っていうか分野なので、ということもありますけど、でも、塾講師をやっている時には、ありえなかった桁の数の子どもたちとつながることができています。そして、今まで数えきれないぐらいの感謝の言葉を子どもたちからもらうことができました。これはおそらくこれをやってなければ絶対体験できなかったんです。それが一番この活動をやって良かったことです。で、最後です。これが。最後はですね、ちょっと話が逸れるんですが、自分の大事にしている言葉を、まあ、学生さんが多いと思ったので、どうしてもそれを伝えたかったので、それを伝えて終わりたいと思います。で、その言葉は有言実行です。まあ、その名の通り、言葉にしてそれを実行するっていう言葉ですね。で、自分はこの言葉が嫌いなんですけど、大切にしてるんです。で、なんで嫌いかっていうと、例えば皆さん、夢とか、目標、まあ、今持ってる方もいれば、まだ探してる方もいると思います。で、夢を口にするのって怖くないですか？なぜかって、大体、これ、中高生とかすごく苦手なんですよ。口に出しにくいんですね。なぜかっていうと、夢や目標を口にすると、それをバカにされる可能性が出てきます。夢や目標って否定されるのが非常に怖いです、人間にとっては。それに、それを口に出してしまうと、それをやらないと、有言不実行になってしまうんですね。ものすごい格好悪い感じになってしまう。だから口に出しにくいんです。でも、ぜひ夢は口に出してください。7年前自分が動画投稿を始めたとき、周りも、まあ自分は教育関係者周りも多いので、いつかこうやって YouTube で勉強する時が来るからって、そのためにやってるんだって、たくさん鼻で笑われました。しかもリアルで仲良いやつも笑われたぐらいなので。でも、7年経って、まだまだ夢半ばです。自分が目標に掲げているところには至ってないですけど、でも努力を続けてくることで、今ここまでは来れたと。皆さんに会うと話をする機会もいただけたので。で、
ぜひ皆さんも夢を口に出してください。それはなぜかっていうと、確かに否定はされます。否定をされる可能性は出てきますけど、口に出さなければ応援してくれる人が現れないんです。だから必ず夢や目標を掴んだ時は見つけた時には口に出して、それを何か言われるかもしれない、それでプレッシャーかかるかもしれないですけど、ぜひ口に出すようにしてください。で、まあ、最後になってしまったんですけど、ちょっとこの場所を知的利用させてもらいます。最後に自分の夢を最後ここで発表して、ちょっと自分にプレッシャーをかけることにしたいんですけど、自分はですね、あとは皆さん学生の時、特に中高生からの時にね、どこの塾行ってるのとか、どこの予備校行ってるのって別に自然な会話だと思うんですよ。皆さん知ったかしてないか置いといて違和感はないですよね。でも今例えばさ、 YouTube の、動画誰の勉強してるのとか、昨日のさ数学のなんとか先生の授業超わかりやすかったよねなんて会話ありえませんよね。それが当たり前になるような、それが当たり前になるぐらいの YouTube とか、そういうフリーラーニングっていうか呼んでるんですけど、無料で勉強するものが子供たち、学生たちにとって当たり前になる世の中にするのが自分の夢です。で、これを今自分第34歳になるんですけど、40と30代のうち、つまりあと6年間のうちに必ず叶えてみせる、これが自分の夢です。だからもし皆さんが多分まあ10代後半から20歳ぐらいですかね、20代半ばに皆さんがなった時に、もし身近な中高生がそういう会話をしている、それが当たり前になってたら、あの時話聞いた、なんだっけ名前ちょっと分かんない、外した男だよみたいな、あいつが言ってたの叶ってんじゃん、あいつやるなって思っていただければ嬉しく思います。まあ、それをちょっと誓いの言葉として、終わりたいと思います。ご清聴ありがとうございました。